ビッグステップシングシングシング。フィギュアスケートとはスケートで滑りながら踊ったりジャンプをしたりするスポーツです。なぜフィギュアというのでしょうか。フィギュアとは英語で図形を意味します。フィギュアスケートは氷を滑りながら図形を描くスポーツなのです。例えばこれはストレートラインステップ。リンクを一直線にさまざまなステップを組み合わせて滑っていきます。滑っている足元に大きな円が描かれています。こちらはアイスダンス。2人で複雑なステップを踏みながらまっすぐなラインを描いています。フィギュアスケートはその初め図形そのものを描くスポーツでした。8の字や3つのつながった円など決められた図形をターンしたり足を変えて滑りながら描き正確さを競いました。正確に滑らないと正しく図形を描くことができないとても難しい競技なのです。今ではこの課題は種目からなくなりましたが、選手たちは皆こうした基本を身につけていなければリンクに登場できません。クリンのサインが入った左足のスケートです。この軸足のところです。フィギュアは図形を描く競技。それを知ると演技の見方も変わってきます。見られませんね。見られないですね。どうです？リンクの上に大きな図形が見えてきませんか？